はい、どうもタンタンです。こちらコアロハのコンサートサイズになりますが、入荷してまいりまして、こちらユーズドになります、2014年製のコンサートサイズ、サテンフィニッシュの、まだあれですね、ヘッドのまずコアロハのロゴが、エンボスというか彫ってある彫刻っていうんですかね、そうなってるタイプで、シバンエンド、これもこのクラウンの感じが出ているのと、ブリッジもここのブリッジのこの部分に、コアロハと、これもレーザー彫刻でしょうか、されているタイプ。今のものとはだからちょっとだけ仕様が、違うんですけれども、中のユニブレスとかそういうのは一緒なので、そのあたりこう音色の特徴という面では、今のものとそれほど大きくは変わらないのかなというところですね。非常に軽やかな音色ですね。で、一個あれでしたけど、指板もこの頃だとコア材、ハワイアンコア材を使っているっていうのがあるので、より軽やかさは増してるのかなと思います。こんな感じ。今はだいたいエボニーを使ってるので、ちょっとだけやっぱ締まった感じになるかなと思うんですけれども。軽やかな鳴りでボリューム感があって、このコアロハらしさ、非常によく出てる一本なんじゃないかなと思います。2014年なのでもう6年ぐらい経ってるんですけれども、状態はかなりコンディションいい方じゃないかと思います。コアロハよくね、突風の変形とかもなりがちなんですけれども、それほど大きくうねりが出てるようなところもなく、非常にコンディション良いかなと。一箇所この辺にね、ちょっと打痕なんかはあったりとか、全体見るとね、さすがに多少はあるんですけれども、大きなトラブルになるようなところとかはなくて、非常にコンディションの良い、ユーズド品という感じじゃないかなと思います。この軽やかな鳴りはね、本当に弾いてて心地よい感じがするので、ハワイアンの雰囲気のこうウクレレを探してて、コンサートサイズで少しいいものという感じでお探しの方にはね、ユーズド品にはなりますけれども、非常におすすめな一本じゃないかなと思います。ということで、こちらコアロハのコンサートですね、コアのこのハワイアンコアコンサート2014年製の一本となります。今の現行品とまたちょっと違った仕様雰囲気になっておりますので、この頃のもので探してた方もいらっしゃるかなと思います。ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。